竹田塾イングリッシュ CEO の伊関です。竹田塾イングリッシュディレクターの森田です。この動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。トーフルエッセンシャルズについて、はい、ということでですね、トーフルの新しいシリーズができたということなんですけども、自宅で受験できるみたいなこととかね、騒がれたりしてますけど、具体的にどういう形式なのかとか、うん、金額とかですね、チャンネル見てる方にも気になる方多いと思うので、いろいろ森田先生と見ていきたいなと思っています。トーフルエッセンシャルズと書いてあるので、トーフルより優しい試験になるわけですね、うん、なるほど。時間もだいぶ短くなっておりますし、ほうほう、試験の値段もそうですね、半額以下ですね今のところ。アメリカの US ドルで110ドル、手が届きやすくなって、そうですね、本当のトフル側だとやっぱ250以上するんで、なのでだいぶ安くなりましたね。ですね。さらにはまあ家で受験するものなんで、2日前までに申し込みができて、その場合まあ130ドルになるんですけど。試験時間はどれぐらいなんですか？あ、これバラバラなんですよ。終わったらもう先進めるんで、点数が12点満点ですね。おお、12点。トフル自体は120点じゃないですか。そうですね。でなんで、ああじゃあ3点3点3点みたいなのかなって思うんですけどバンドです。いわゆる IELTS と同じような形ですね。それぞれが12点満点です。で平均して何になるか、でそれぞれが12点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 っていう形になってて、なんでまあ平均した場合に 7.5 とか 8.5 とか、そういう風に点5も出てきますね、うん、IELTS と比べちゃいますね。どうしてもなんか 8.5 とか9とかで聞くと、で 9.0 って言ったらなんかめちゃめちゃすげえじゃんってなりそうですけど、そうなんです、実は12点満点という、でそれぞれの出題形式なんですけども、はい、リスニング、リーディング、ライティング、スピーキングっていう風に行われるんですが、あちなみにですね、試験ではないんですけど、最後にですね、はい、パーソナルビデオステートメントっていうですね、ほう、対象外なんですけど、スコアとしてはですね、このいわゆるスコアを受け取る団体に、はい、あなたどんな人かっていうのを話す動画っていうのが最後の5分ぐらいで行われるっていうですね。 あれですか、大学にアプライする時とかに使える、はい、そうですね。今後まあそういった風になっていくといいなと、まあトフル側は思ってるんでしょう ね。でトフルが難しすぎるという人たち向けっていう感じだと思います。ただしセファールでいうとこの A1 から C2 まで測れると言ってるんですよね。本当かどうかわからないですが、まあ、ただしアダプティブになってるので、正解していけば問題難しくなるし、はい、間違えれば簡単になるっていう形なので、いろんなレベルの問題があるっていう感じですね、うん、最初の方でこけると、そうですね、出るスコアがリミットされちゃうって感じですかね。そうです。それぞれの形式なんですけど、まずリスニングなんですが、最初がですね、トイックのパート2の応答問題みたいなやつで、一人の人が喋ってそれに対する適切な応答を選ぶ問題です。4択がこう書いてあって、トーフルっぽくない、そうです、本当に簡単なやつで4択で選ぶってことですね。で2つ目が会話を聞いて、でその会話に関して2つの質問に答えるってやつですね。でこれも一般的なアカデミックな内容ではないので、トイックのパート3の簡単版、まあ昔トフルジュニアコンプレヘンシブっていうのがあったんですけど、はい、試験としてそういった感じですね。トフルじゃないです全然。でそして次がアカデミックなアナウンス、一人の人が喋って、で2つ質問に答えるっていう感じですね。トイックでいうとこのパート4みたいな一人が喋るけど、まあただアカデミックな内容のアナウンスですと。で最後が講義です、うん、やっと短い講義があって、1つ聞いて、で4つの質問に答えるっていう感じで、ここはトフルっぽかったですね。あ、3分とかそれぐらいですか。だから長さはトフルと比べてだいぶ短いっていう感じですね。そうなんだ。これがリスニングになります。で、まあ、全体でだいたい21分から34分っていうですね、なんかなんでこんな細かいんだ、アプロクシメントについてるんだ、なんでこんな細かいんだって言うんですけど、で30から45問というふうになってますね。リーディングはですね、はい、最初ですねボキャブラリーがあって、それの言い換えはどれかっていうのを4択の中から選ぶって、例文があるとかじゃなくて、じゃないです、単語がポンと1個あってその中から選ぶっていう言い換え問題ですね。で次が日常生活ですね、ポスターとかメニューとかですね、そういう短いものがあって、はいはい、2問から4問の長文に答える。長文というか、まあ、短いですね、だいぶ短いですけど、はい、トイックっぽいですすごく。次の出題形式はですね、表です。表があって、その表に対してもう選択肢が決まってます。 True、False、はい、Not Stated の3つだけです、うん、その情報から合ってるか合ってないか、どちらとも言えない、書いてないっていうのを選ぶだけ、はい、4問もあるんですよそれは1個の表に対して、IELTS 意識してるのかなっていう、ね、そういった問題になってましたね。最後がいわゆるパッセージですね、もう本当の長文、アカデミックな内容で、これはもう本当トフルっぽい、はい、内容一致があったりとか、語彙の意味通ったりとか、穴埋めです、ね、どこの位置に文が入るかとかですね、うん、まあ、トフル形式の問題でしたが、まあ、ただだいぶ短いの
ので約200単語なんでだいぶ短かったですね。でこれがまたリーディングが22分から33分で30問から45問ってなってます。なるほど。どちらもだいぶ楽でした。リスニングもリーディングもなんか聞いてる感じ楽そうですね。ここまでそしてライティングもまた全然違います、はい、まず文章作成問題っていうのが出てくるんですけど、文章作成問題、はい、これが簡単に言うと並べ替え問題です。お、はい、まさかの正常問題、はい、会話みたいになってるんですよ。最初一人目が喋っててその返答を正常するっていう形になってますね。その次はメールを書く問題ですね。でも本当トイックライティングみたいな感じで条件が書いてあって、その条件に合ったメールを書くっていう感じですね。ディスカッションフォーラム、ね、与えられたトピックがあってそれに意見を述べて意見の裏付けをする、ちゃんとしたエッセイでもないのでエッセイを優しくした感じになってますね。しかもディスカッションフォーラムですからね。珍しいタイトル。そうです。このネット上でこう書くんでしょうね、自分の意見っていう形になってます。そういうことか。でもだいぶ楽にはなってるね。まあでもいろんな形式がライティングはあるので、はい、面白いですね。続いてスピーキングですね。まあこれがある意味まあ一番簡単になってるといえば簡単になってるって感じなんですけど、まず1個目が音読問題ですね。おお。でしかもスピーキングとかで出てきそうな会話なんですよ。1人が喋ってセリフが出てきて答えて、でそれにまた返答が返ってきてまたそれに返答するっていうのですね。これ6ターンもやるんですよ。長いわって思いながら音読っていう形、まあ、どんどん長くなっていってレベルが上がっていくんでしょうね、はいはい、正解。6ターンっていうのは自分が発言するのが6回出てくるんですか。そうです、6回出てくるんです。なるほど。なので相手の思う6回聞かなきゃいけないですし長いです。次がですねリピーティングですね。読まれたものを暗記してないといけないやつですね。そのままやるっていうので最初の方は短いんで簡単なんですけど、うん、後ろになるとだいぶ長くなってくるので相当大変ですね。ここはまあ訓練が必要ですね。そうですね。これ8分あります。最後がバーチャルインタビューですね。おー、はい、バーチャルインタビュー、はい、だ面接官がいろんなテーマに関しての質問をしてきますね、うん、トフルのちょっとインディペンデントに近い、ね、インディペンデントスピーキングで、つまりインテグレイテッドに当たるようなものがないんですよ、はい、一個も要約とかが一切入らないので、うんうん、だいぶ楽ですね。そう考えると、そうですね、スピーキングがだいぶ優しくなってるっていう、それで本当に C2 レベルまで測れるのかっていうのがちょっと疑問なテストではあるんですけど、ちょっときついですよねそれだと、という形でトフルに比べればだいぶ優しいんじゃないかっていう感じだと思いますね。優しそう。これはもう受けられてもう大学で出願するのに使えるんですかね。一応出願できるところがありますみたいなのは随時こう、ここも導入しましたみたいなのは出てますね。なるほどなるほど。そういうところを目指して使えるっていう人はこう受けてみるといいかもしれないですね。そうですね、はい、あとやっぱトフル難しすぎるまずはちょっと肩慣らしにっていうのもあるかもしれませんね。ちなみに参考書とかって出てるんですか。出てないです。まだもう新しすぎて出てないもうないです、はい、なるほど、まあ、今後いろいろ出てくるかもしれないですけどね、はい、なんで今後また参考書出てきたらこのチャンネルで紹介していきたいですね。前回の問題はですね Make someone tick という表現についてどういう意味なのか考えて例文書いてくださいっていうものだったんですけども、意味については人を動かすっていう意味ですね、うん、この tick っていうのが時計が動く時の、はい、tick tick tick っていうところで来ているので、何がその人を動かしているのかっていうことで使われる、まあ、イディオムの表現ですね、うん、What makes him tick みたいな感じで、うん、何が彼を動かしているんだっていう文章だったりとか、あとはまあそれをまた逆に一塊にして What makes him tick is his desire to be great みたいな感じで、彼を動かしている、まあ、彼のモチベーションは偉大になりたいっていう彼のこう欲望だみたいな言えたりしますね、という問題でした。じゃあ今日の問題なんですが、はい、今回は A wild goose chase ですね。 A wild goose chase でどういう意味なのかっていうですね、はい、ぜひ分かった方はですね、はい、コメント欄に文を書いてください。もう一先生、なんと TikTok 始まりました。一崎先生踊ってるんですか。踊っているかどうか知りたい方は概要欄からチェックしてください。僕たちの SNS も絶対フォローしてください。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。 TOEIC 英検英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして僕たちに何か聞きたいことがある場合はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.